て体も大きいですということで、飲む水の量もとっても多いですね。さあ、そして1日に食べるご飯の量、重さでいうと大体 100kg ぐらいの重さのご飯を食べています。さあ、口でも飲むことできますし、鼻に1回食べることもできます。さあ、ちょっとかけるときに皆さんにかかるかもしれないんで、ちょっと気をつけてくださいね。いつかけるんですか？もう振り金あるんですけど、いつ上に持っていくのか下に持っていくのかね、それは分かんないのでちょっと怖いですね。さあ、昨日とかは全然お湯浴び水浴びしなかったんですが、さすがに今日日差しが強いみたいで、ゾウたちも水浴びをしたかったみたいですね。さあ、近くで見ていただくと、実は長いまつげが見えたりとか、あとは毛がないように見えるんですが、よーく見ていただくとうっすらと毛が生えてるのがね、わかると思います。あ、奥からやってきました、オスゾウです。さっきまで丸太で遊んでいたんですが、飽きたみたいですね。はい、外に出てきてくれました。はい、さあ、今ね、遠くにいるのでちっちゃく見えるんですが、手前まで来るとメスゾウとオスゾウの大きさ比べられると思います。飛び回っているチャベリーというゾウは体重が 3300kg あります。はい、やってきたオスゾウ、大きいの分かりますか？すごい体大きいです。さあ、一番近くまで皆さんにね、顔を見せに来てくれました。大きいのは体だけではなくて、メスゾウはね、牙です。さあ、メスゾウはさっきね、可愛らしいちっちゃな牙しかなかったんですが、オスゾウには大きな太い牙が生えています。さあ、このね、アジアゾウ、インドゾウと呼ばれる仲間たち、実はオスゾウにしか大きな牙は生えないんです。メスゾウはないか、もしくはちっちゃな牙しか生えませんので、この牙の大きさでオスゾウとメスゾウを見分けることができます。